はい、皆様こんにちは。1月の30日午後12時13分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日日曜日の第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、今日はね、私、この配信がね、終わり次第あちらでございます、エディオにね、グリーッと走っていきましてからの、昨日ね、iPad mini を買ったんでございますけれども、まさかのハプニング。午前中で電話がありました。電話して、折り返しますねという形で電話があったんでございますけれども、やっぱり店員の方がね、昔のバージョンと、今のバージョン、ちょっと間違えていたということで、で今のバージョン第6世代ですか、第6世代の iPad mini は、やっぱりこうね、今ないということらしいので、ちょっと返品をね、してからの違うところで、ヤマダ電機でね、購入しに行こうかなというふうに思っている次第でございます。なんでヤマダ電機なのか、結構ね、ほら私ども、あちらでございますよ。皆様には前々から言っておりますけれども、ビットマン TV 系はですね、暇な時があれば、暇な時間があれば、電気店をね、徘徊する一家でございます。何事もない、何もない状態なのに電気店を徘徊して、満足して帰ってくるという。で、その時にね、山田電機の方と結構仲良くなっちゃって、担当というわけじゃないんでございますけれども、いつもね、気にかけて、何かを買う時にはね、その方に頼んでいるということでございます。で、ほら、iPad mini に関しては、私のね、奥様が一昨日だったかな、エディオンに行ったら1個あるということで、で昨日向かったんでございますけれども、店員の方がね、ちょっと勘違いをしていて、結局そのエディオンでもあちらです、ちょっと時間を待たないといけないらしいので、もうだったんならね、もう山田電機でいつも買っているあの方から買おうかなというふうに思っている次第でございますけれども、ここはね、よろしくお願いいたします。ですから第1部をサクサクサクってね、グッとまとめていきたいというふうに思っておりますので、ここはよろしくお願いいたします。そして、今日は日曜日なので、特にね、重要ニュース系があまり入ってきていなかったんでございますので、ちょっとね、あちら、取引所関係のね、ニュースというか、情報を何個かございますので、そちらをお届けしてからのチャート分析は、ビットコイン、イーサリアム、そしてサンドでございますね、サンド。うん。そして、ディセントラランドのマナですね、マナ、はい。そして、アクシーインフィニティ。そして、最後を締めくるのは、スティームでございます。なんじゃそれと。こちらは、視聴者様が昨日かな、スティーム、かなりね、これどうなんですかっていうふうに言っていたので、出来高がね、爆増してるんですよ。で、金額に影響がないので、もしかしたら何かしらの大きな動きが、近々起こってくるのかなというふうに思っていて、そこを皆さんとね、一緒に共有していこうかなというふうに思いますので、ぜひとも皆様、日曜日のビットマン TV、いえ、うるさいマン TV、ぜひとも、楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。騒がしい、レッグアウト、お願いいたします。騒がしいでございますね。本当にね、申し訳ございません。騒がしいのが、ビットマン TV でございますので、よろしくお願いいたします。これが普段でございます。これは本当に普段でございますので、たまにね、キヨチマン TV が出るわけでございますけど、普段の私はもうこのテンションで、基本的にはガッチガチね、固めていっておる次第でございますので、ここは、ぜひともよろしくお願いいたします。そして、行きましょう。はい。バイビットさんですね。結構、入金ボーナスがポンポン出てきてるんですよ。で、あんまりね、気にかけていらっしゃらない方もいるんじゃないかなというふうに思うわけでございますけれども、一応見ておきましょうか。ビットゲットさんもね、やってはいるんですけれども、今はバイビットさんの方がちょっと多いのかなという感じ。で、まず一つ目がこちら。ちょっと前に多分ご案内したかな。バイビットさんの冬の陣入金キャンペーンっていうのがあります。こちらが、1月の17日から開始していますから、一応人数とかいう制限もないので、60テザーがね、必ずボーナスとしてはもらえますよということでございますね。一応対象の通貨が、ビットコイン、あとは MKR、イーサリアム、リップル、ビッダオ、テザー、そしてジャスミン、ネム、そしてジムですね。この9通貨を、一応今表示している、状態、ちょっとアップしましょうか。こういった形でございますね。はい。入れていただければ、60テザー分のボーナスがもらえますよということでございますので、もし気になる方がいるんであればね、ぜひとも入金をしてみてくださいということでよろしくお願いいたします。一応入金期間が2月の16日の午後7時までで、一応ボーナス配布、この冬の陣に関するボーナス配布は2月の18日までに配布予定で、受け取りが3月18日までに特典センターで自分でね、受け取ってくださいよということでございましょうから、ここは注意をしておいてくださいね。特典センターというところに入っていただいてボタンを押せば、おそらく配布完了という形になると思います。はい。受け取り完了という形になると思いますからね。ここはよろしくお願いします。で、いずれも日にち的には日本時間となりますので、ここはよろしくお願いいたします。で、一応ね、これ特に難しいところはないかなと。参加登録をしないといけないので、もう一応私は押してるんですけど、今すぐ参加登録、この下ですよね、ここ。本来はオレンジ色か何かで、光ってると思うんですけど、ここを押していただ
ただいて、で、先ほど言った対象通貨を入金。そして、現物または、あ、ここは縛りがあるんですね。デリバティブ取引を1回以上行ってくださいよ、ということでございますので、まあ、特に取引高に制限はないので、パッパッとね、例えば、FX とかであればね、まあ、デリバティブ関係であれば、もう、ロング入れてパッとすぐね、決済するとかすれば、特に影響はないんじゃないかな、というふうに思いますので、ここはね、一応、気にかけておいてください。よろしくお願いいたします。で、まずこれがお一つ目。そして、60テーザー分ですよね。そしてこれですよね。次がこちら。こちらは確か皆様にまだ案内してなかったんじゃないかなと思いますよ。いきまーす。はい。こちらもね、超お得。はい。ビットコイン入金応援祭りということで、1200ドル相当のボーナスを手に入れようということですね。いきまーす。はい。こちらが、期間が、26日の7時から朝、あ、ごめんなさい、朝9時から、2月9日まで。ですから、こっちの方が期間が短いので、ちょっと注意をしておいてください。で、0.5 ビットコイン以上を入金すると、200ドル相当のビットコインボーナスを獲得。ビットコインがもらえるってことですかね。で、1ビットコイン以上を入金すると500ドル。で、2ビット以上を入金すると1200ドル相当のビットコインボーナスが獲得と、いうことでございますので、まあ、今、1ビットが3万、まあ、7000ドルから8000ドルぐらいでしょうか。2ビットだったら、まあ、7万ドル近くをね、ビットコインで入金をしてくださいということでございますね。で、こちらも一緒。このビットコインを入金するというところをブリッと押していただければ、おそらく入金画面に入るんじゃないかなというところで、ここはね、よろしくお願いいたします。で、あ、ここ、注意ですね。本キャンペーンでは、デリバティブアカウントに入金されたビットコインのみが、カウントをされますということですので、ここはね、注意をしておいてください。よろしくお願いいたしますよ。あ、でもここ、3番が気になりますね。ちょっと今パッと見たんですけれども、いいですか？バイビットで開催している、他の入金キャンペーン特典を同時に獲得することができませんと。だから、同時に複数の入金キャンペーンに参加した場合、最も高い特典を獲得できる。まあ、どちらかは獲得できるということでございましょうから、ここはね、一つ注意をしておきましょう。だから、さっき見た60テザーと併用してはできないっていうことですかね。で、そうですよね。で、ここ4番目、配布されるビットコインボーナスは、デリバティブ取引の証拠金と手数料支払いにご利用できますということですね。現物取引ではご利用いただけませんと。ですけども、これね、やっぱりね、手数料って真面目にこれ何回も言ってますけど、バカにならないですから、あとはほら証拠金として使えるっていうことはね、やっぱり FX 関係でまあ一勝負できるんじゃないかなということがあるわけでございます。で、多分そのデリバティブ、まあ、FX 関係で勝負をして、そこで儲かった分に関しては、当然でございますけども、出金はね、できます。これは多分どこの取引所でもそうだと思うんですけど、ビットゲットさんでもそうですし、バイビットさんでもそうですけれども、出金はできるような形になると思いますから、例えばね、これ入金をしてボーナスをもらって、ちょっとそこでね、例えば試しでちょっと一回も、そういったことをやったことがない人は、こう試しでちょっとやってみようかなという形で、こうね、考えてみてもいいかもしれませんよ。意外とね、いますからね、そういったものを利用して、FX 関係でちょっと練習をしてみるっていう方も、意外とこれいる、いや、本当に意外といるんですよ。自分のお金で初めやるのが怖いから、ほら、まあ、いわゆるデモトレードみたいな感じでしょ？言っちゃうと、ボーナスもらえるんで、結局ほら、出金はできないんですよね。さっきの60点さんも多分そうだと思うんですけど、普通ボーナス関係出金できないので、それどうやって使うかって言ったら、現物で買う時の、まあ、いわゆる手数料であるとか、まあ、FX 関係の、まあ、ね、証拠金であるとか。ああいったもので使う方意外と多いので、まあ、今 FX でやっている方がいるんであればね、ほら、期限がない無期限の FX 関係とかであれば、あちらでございますよ。資金調達金がね、やっぱりかかったり、もしくはまあ、もらえたりもするわけでございますけども、そういったところに補填をするっていう方もまあ当然いると思いますから、ここはね、入金をしてみて、そういったところに利用してみてもいいのかなと。で、さっきも言いましたように、もしね、今まで FX とかやったことないよっていう方がいるんであれば、ちょっと入金をしてみてね、そこでお試しでちょっとやってみるとか、いう風にしてみてもね、いいかもしれません。よろしくお願いいたします。はい。で、それぐらいでしょうかね。ごめんなさい、ごめんなさい。途中で収録が、電話が、来てしまいまして、収録が切れてしまいました。申し訳ございません。まあ、それぐらいでございましょうかね。特にご案内するところはないかなというところでございますので、よろしくお願いいたします。あとは、まあまあ、入金に関してはね、まあ、さっきも言った通り、いろんな使い方がありますから、ぜひともね、気になる方はご利用なさってみてください。一応、私が普段使っているところが、FX 関係であれば、今見たバイビットさんと、あとは、ビットゲットさんですね。こちら二つを基本的なメインとして結構使っていると。で、ビットゲットさんに関しては、一応、売りとなるのがね、やっぱりコピートレード、が、まあ、一つ売りのものとなっておりますので、例えば FX 関係ね、もし初めてやるよという方がいるんであれば、このビットゲットさんのね、コピートレード、ちょっとやってみてもいいかもしれませんということでよろしくお願いいたします。まあね、コピートレードに関しても、そのコピーをするトレーダーの方ですよ。たくさんいらっしゃいますから、まあ、どの方を選ぶかによってね、まあ、大きく変わるわけでございますけれども、基本的にはもう、例えば初めて、やる方であるとか、今までこう、FX 関係やったことないよという方がいるんであれば、一つね、ちょっとお試しでやってみてもいいかも。もしね、いい
いトレーダーさんが見つかったりしたら、あ、意外とね、お金になったりするらしいんですよ。うん、実際自分で取引をするわけではないので、そのトレーダーさんをフォローして、トレーダーさんがねポジションを取ったら自分も同じようにポジションを取る。うん、数量枚数であるとか、あとはレバレッジ関係もね、こっちは自分でこっち側で設定することが、できるような形にはなっているので、まあ、ここは大丈夫かなと。まあでもね、その代わりやっぱりこうある程度ちょこちょこはね確認しておかないと、まあどうなっているかわからないと思いますので、そこはね注意をしておいてください。で、もしFX 関係、まあさっき言いましたようにバイビットさんとビットゲットさんの使い方ちょっとわかんないよと、 FX 関係であるとか、例えばさっき言った、ビットゲットさんのコピートレードのやり方がちょっとわかんないのよねと、特にほら日本の取引所から送金からちょっとわかんないのよねという方がいるんであれば、私の動画の、あちらでございます再生リストの中にですね、初めての方へというところがあります。はい、そちらの方に、バイビットさんとビットゲットさんのあちら、説明をしておりますから、 FX のやり方まで全て、1時間ぐらいの動画になっておりますけれども、一応チャプター分けはしてますから、ここはわかるよというところは飛ばしていただいて、わかんないところを見ていただいて、ちょっと実際ね、チャレンジしてみてもいいかもしれませんので、ここはよろしくお願いいたします。はい、再生リストの初めての方へというところに入っておりますので、よろしくお願いいたします。まあね、まあ何事もチャレンジしてみるのはいいことかなと思いますけど、でも一つね言わさせてください。はい、FX 関係ね、あれでございます、やっぱりうまくハマっていけばね、やっぱり稼げるんでございますけども、ちゃんとね、利確であるとか損切りであるとか、あとはやっぱりこれは一番重要、無理な取引はしない、そしてレバレッジ、高レバはやっぱりねやめていただきましょうということでね、ここはよろしくお願いいたします。本当になくなってもいいお金でも、なくなってもいいお金なんてないですよね、普通に考えたらですよ。もう本当にもう言っちゃうと、もう言い方荒いですけども、ドブに捨てたと思ってもいいと、いう風にもし考えるお金がもしですよ、多分ないと思いますけども、あるんだったら、例えば高レバでねピリつくようなトレードをしてみるとか、それはありかもしれません。まあ私はそういった観点ではやらないんですけど、一応私はね、皆様に言っておりますけども、四半期に一回ぐらいは、フルレバロングとかね、フルレバショートをかける、勝負をするときもあるんですよ。こうストレスが溜まったなーっていうときはね、こうマジってしていて、もうフルレバでぶち込むかみたいなね、ことをやるときがあるわけでございますけれども、まあここはね、まああれ、普段もう毎日チャートずーっと見ておりますから、やっぱりこうストレスが溜まるときもあるわけですよ。特にモジモジ大魔王が出たりするときはね。ですからそういったときにバーンと勝負をね、仕掛けてみたりするわけでございますけれども、確実にやっぱり利確損切りは設定しますから、じゃないとやべえことになる可能性もやっぱありますからね。ですからもし初めてやる方がいるんであれば、今言った4つ、利確損切りはちゃんとする、無理な取引はしない、そして、あとあれですよね、あちら、レバレッジね、ここはちゃんとね、まあ考えて意識してね、話を進めていきましょうと。まあ3つ4つぐらいでしょうか。そこだけを守っていただければ、まあある程度ね、楽しめるものにもなるんじゃないかなと、いうふうには思いますから、OK でございます。FX ってやっぱりね、こう、怖いっていうイメージがあるじゃないですか。これはまあ、しょうがないと思うんですよ。ですよね。なんかほら、すべて資産を刈り取られていくんじゃないかみたいなね、いうふうに思う方って、しかも、結構、これは、だと思う。勘違いをしている方結構多いと思うんですけど、ほら、マイナスになっちゃったりとかして、結局、余分にお金を入れないといけないんじゃないのっていう風にね、思ってる方、これ、結構ほら、だいぶ前ですけど、FX で、もうね、借金を抱えてしまった、みたいな方がいるっていうほら、ニュースとか流れてたでしょ？例えばこれ、Yahoo ニュースとかで。で、ああいったものをイメージしている方結構多いと思うんですけど、一応仮想通貨の、この FX っていうのは、ESP だったかな？ EPS だったかな？なんか、そういったシステムが働いて、例えば、自分が持っている資産ありますよね。最悪ですよ。自分が持っている資産よりもマイナスになることはないんですよ。だから、もし、例えばね、ロング、買いを入れていて、大幅下落をバリーと起こしましたと。そしたら、基本的には自分が持っている資産よりマイナスにはね、普通なるでしょ？だって大暴落するわけですから。マイナスにはなるんですけども、自分が持っている資産よりも、まあ、いわゆる、本当はマイナスになるんですけど、自分が持っている資産よりもマイナスになることはないってことです。つまり、最悪もゼロで終わり、終了ですよっていうこと。わかります？だから、本来であれば、マイナスに行くんですけども、自分が持っている資産分だけで、全部、終了させますからね、と。ですから、ある意味、こう、借金がね、出るとか、そういったところはもう全く基本的にはございませんので、OK でございますが、一応私が普段使っているところ、FX として使っている、バイビットさんであるとか、ビットゲットさんであるとか、この二つは確実に大丈夫でございます。はい。資産がゼロになったら、もうそれ以上マイナスが出たとしても、そこはカウントしませんよ。打ち切りね、という形でございますから、まあ、そういったところで言うとね、例えばですよ、例えば、まあ、どうでございましょうか、ちょっとね、ひりついた勝負がしたいなっていうふうに思う方、例えば、まあ、パチンコをね、やられたりする方も多分いると思うんですけど、例えばそのパチンコに、じゃあ1万円使うんだったら、FX でちょっとね、ひりついた勝負してみようかいなとか、いうふうにやってもらった方がね、意外と面白いんじゃないかな、そっちの方が面白いんじゃないかなと。で、うまくハマっていけば、バリーと稼げるとき、まあ、当然ね、さっきも言ったように、反対、の方向にね、トレンドが走っていったら、当然、損失が出るわけでございますけれども、うまくいけばね、大きく稼げる場合も、ありますからね、そういったふうに、まあ、楽しんでいただく分にはね、いいんじゃないか
かなと、例えば高齢場でやってみるとかする場合はですよ、いうふうに思いますので、ここはね、まあまあ人それぞれ考え方がございましょうから、まあこうやりなさいとかそういうことはね当然言えないわけでございますけども、もしねこうやろうかなどうしようかなと悩んでる方がいるんであれば、一つ経験としてはやってみてもいいかも、これは本当に思います。うん、やり煽りとかじゃないんですけども、やっぱやってみないと分かんないことって多分ね多々あると思うんですよ。 OK ですか？多々あると思いますから、ちょっと例えば3000円分だけちょっと一回試しでやってみる、どんなものかなっていうのをこうちょっと知るためにやってみるとかね、そういったものはありだと思います。で、意外と向いたりする方も中にはいるんですよ。うん、で当然向かない方もいます。ですからそれはやってみないとやっぱり分かんないっていうのがありますが、私もね実際ね普通に今 FX やってますけど、やっぱり初めは怖かったですよ。当然そうですよ。そう怖いんですよ。うん、だってどんなものかも分かんないし、なんかねすぐボタンパチって押したらなんかわけわからんポジション取り出したし、で切り方もよく分かんないし、どうしようこれは多分ね初めてやった方と同じような状況だと思います。ですけども、やっていくうちに、ね、慣れてきて、やっぱり稼げたり損失が出てきたりとかして、あちょっと勉強してみようかなーで、まあ今みたいなスタイルにね、当然私も今やっていますけど、普通にやってますけど、やっぱり損失が出る時もある。でも反面ね利益が当然出る時もある。んでやっぱり私が考えているのは1年トータルでやっぱり勝てればいいよねっていうふうに思ってますから、まあ1回1回のね取引での損失、あとは利益っていうのはまああまり気にはならないんですけど、うん、トータルでやっぱり考えておりますからね。でもまあ負けたら当然嫌ですよ。ですからイメージとしたら本当にこれ前々から言ってますけど、本当に3歩進んで2歩下がって、さらに、4歩進んで例えば2歩下がってみたいな形でね、こう行ったり来たりの攻防をしながらそれをやっていくうちに、いいですか？うん、あのねそうやっていっている利点っていうのは何かって言ったら、稼げるフェーズってあるでしょ。なんかわかります？だから例えで言うなら、今のこのビットコインの様相をね、28,000 から3万ドルっていうのはもう確実にほぼほぼ仮定だろうと。ってことはまあ意識している方多いわけですよ。ちゅうことは、そこに落ちてきた時に、やっぱり買いを入れてる方多分多いんですよね。ってことは、やっぱり反発をしてくる。一発目の反発はやっぱり落ちてきたね。ゴトーンみたいな形で反発をやっぱりしてくる可能性が高いので、そういったところで差し値を置いておけば、いわゆるね、稼げていけるような状況になりますよね。だから、勝率が高いところっていうのはやっぱりあるわけですよ。ポイントポイントで、それがおそらく今もし落ちてきた場合の例えば3万ドル2万8000ドルから3万ドルの間だと思います。ですから2万8000ドル2万9000ドルそして3万ドルで分割で差し値を置いておいてから反発を狙っていってちゃんと利確をするっていう風にすれば、一つね利益はやっぱりある程度確率が高い状態で取れていけるんじゃないかなというところでございますね。ですから例えばそういった時に向けてちょっと練習してみるとかね、だからそういったのはありかなと思います。例えば全く練習してなくていきなりそういった状況が来て確かに反発してきた、それを見た時にあやろっかなと思ってたのにっていうやっぱりこう悔しさとかね、いう風なものもあると思うんですよ。ですから、あとは例えばそこで初めてトレードしてみたと、 FX をやってみたってなったら、これはもう要素わかりますよね。やり方がよくわかんないのにボラティリティもめちゃくちゃ激しくなってるわけでしょ。大幅下落を起こしてくるっていうことは、ですからもう心臓がもうドキドキしまくって多分ねやべえことに多分なると思うので、だからそういった意味合いも含めてね、来たるべき時のためにちょっとやってみる、練習をしてみるっていうのはこれは一つありだと思いますから、そこはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。うん、あの結構やっぱりいますからね。うん、あのやってない、やっておけばよかったって私のリアルな周りの方でもいましたから、実際までやっておけばよかったなみたいなで、まあ教えてよというふうに言われたこともありますし、だからそういった形でね、まあ今特にこう大きな動きがないので、まあ練習する時期としたら特に問題はないんじゃないかなと。あの小幅で動いてるでしょ、小幅で動いてるので特に大きなボラティリティが出てるわけじゃないのでね、今は特に、まあ危険な取引というか、まああのまあ暇な相場ですよね今はね。ですからまあちょうど練習するにはちょっといいんじゃないかなという感じがね、いたしますので、一つねもしチャレンジしたいなというふうに思う方がいるんであれば、ぜひとも動画の方をね参考なさってみてください。よろしくお願いいたします。でもしあのアカウントをねお持ちでない方がいるんであれば、こちら、バイビットさんとビットゲットさんのリンクは、私の動画の説明欄の方に、貼っておりますので、もしよろしければねこちらをご活用いただければ、私ビットマン TV も大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。そしてあと現物に関して言うと、バイナンスさんとゲート .io そしてビットルーさん、はい、この3つの取引所を私ビットマン TV が基本的には全部使ってます。はい、この中には全て資産をね入れているような状況にはなっております。でゲート .io さんは結構やっぱり使いやすい、うん、現物の数がね多いので、ここはねまあ現物を取引するんであればまあおすすめかなと。でバイナンスさんは結構作ってらっしゃる方が多分多いと思うのでね、まあここはもし作ってない方がいるんであれば作ってみてください。あの結構使いやすいと思いますので、今からね注目していくような通貨がやっぱりたくさんあります。ゲートもバイナンスもね、あの先ほど言ったバイビットさんであるとかビットゲットさんもかなり現物のね通貨数が多くなってきてますから、ぶっちゃけた話
このね、二つのバイビットさん、ビットゲットさんの二つの取引所だけでも、結構ね、賄えるんじゃないかなと思いますけども、それでもやっぱりゲートとかね、そこら辺は、まあ、バイナンスもそうですけど、まあ、作っておいても損はないんじゃないかなと思います。ゲートさんは、結構ね、出始めの通貨とかが、すぐ上場したりするので、ここはね、いいですよっていうのはお伝えさせてください。すべてこの5つの取引所は、私の動画の説明欄の方にね、貼っておりますので、ぜひともぜひともご活用いただければと思います。で、あとはごめんなさい、ちょっとツイッター開きますけど、私ツイッターもやっておりまして、ツイッターのトップの方にね、固定されたツイートの方には、今、ビットゲットさんをね、貼っております。まあ、ここは、一応ビットゲットさんはね、もうこれは別に隠すことでもないと思うので、ほら、案件としてね、もらったんですよ。取引所を紹介してくれませんかという形でいただいたので、やっぱりこうね、まあビットゲットさん、ちょっとやっぱりこう盛り上げていきたいなというふうにね、私自身ビットマン TV も思っておりますし、やっぱり今ね、いろいろ改良していこうとして頑張っています、ビットゲットさんも。んで、やっぱ世界一のね、取引所を目指していきたいと。今は、日本の方では、バイビットさんがやっぱり強いらしいんですよね、バイビットさんが。で、やっぱりビットゲットさん、今まずは日本でのシェアを一番にしたいと。要するにバイビットさんを抜いていきたいというところで頑張ってる。で、その後はやっぱりね、世界一に向けて邁進していきたいという風に、これは私、運営の方と話しましたから、そういう風なことを言っておりました。ですからね、ぜひともよろしくお願いしますというふうに言われたわけでございますけれども、まあ、そういったね、絡みがありますので、一応ツイッターのトップの方には載せております。はい。バイビットさんはね、私無料券でございます。無料券、もう相変わらず無料券でございますので、ね、ここはよろしくお願いいたします。はい。ですから、ビットゲットさんね、もしよろしければ、作っていただければ、FX やる上においては、他の取引所と、まあ、当然、扱っている通貨ほぼ変わりませんので、まあね、遜色なく使えるかなというふうに思いますので、もしよろしければね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。バイビットさんの方もね、かなり使いやすいので、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね。ちょっと今日は特にニュースがなかったので、案内を中心にしました。そして、あとね、もう一つ見ていきましょう。はい、安定です。安定の 2.44 ドル、ハゲーナルでございます。以上です。よろしくお願いいたします。はい、特に何も動きがないので、ここはもう安定の 2.4 ドル、以上でございます。はい、もうね、私の、毛根がもう根こそぎ持っていかれているというね、状況にはなっているわけでございますけれども、ここがいいですか？爆発した際には、もう私はね、皆様に完全にドヤ顔配信をね、していこうというふうに思っておりますので、ここも合わせて押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。はーい、それではね、本日日曜日のご案内は以上となります。そして、行きましょう。本日のチャート分析！パパプーパパプーパパプー！ビットゲット、世界一目指す。いや！パワー！よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは、一旦時飛ばし。はい。それでは、再開していきたいと思います。まずは、ビットコインですね。見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、今、冷やしでございますね。ただいまの価格が、37,950 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しましては、まあ、全体像としたらね、もう何遍も言っているわけでございますけれども、この青い帯帯でございますね。上昇チャンネル内を、今、推移しているような流れになっております。こういった形でございます。上昇チャンネル内。で、下に関して言うと、あちら。33,000ドルがね、まあ、いわゆる、サポートとして、は、意識されて機能しているというところでございますね。で、上に関して言うと、まあ、上昇チャンネルのね、上端値という流れで行くならば、かなり高い金額でございますよ。まあ、それこそ7万ドルですよね。まあ、7万ドルが、まあ、いわゆるこの上昇チャンネルの上端値ということなんで、まあ、うまくね、長い時間かけてうまくいけば、ぐっとね、上がってきて、7万ドルというね、上を目指していけるんでございましょうけれども、まだ今はね、その上昇チャンネルの下端値付近をね、推移しているというところなので、まだそこまで話が行き着いていないというところでございます。OK ですか？で、細かくね、ちょっと見ていきたいわけでございますけれども、ちょっと4時間足レベルに落とし込んでみましょう。はい、こういった形。ちょっとごめんなさいね。タブレットが来たら、一応新しい第6世代のタブレットを一応、今日予約しに行こうかなと思いますので、まあそれが来たらね、また皆様に、いい画面でお届けできるんじゃないかなというところでよろしくお願いいたしますよ。はい。今、MACD 線がね、下の図です。ちょっと細いんですけど、わかりづらいんですけど、MACD 線が右上がりでね、いい形で突き進んでおります。ゼロラインを突破しているので、強気相場がね、今継続中よと、まあ確かに、上昇チャンネル内を、そこをつけて、3万3000ドルをつけて、上にぐん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 ね、上がっていっているような状況になっておりますから、ここはまあ様相がいいでしょうと。で、あとは、昨日追加したんですけど、いいですか？右上がりのね、この黒いライン、これがまあ今短期的なサポートラインになってます。そしてこの平行線ですね、ちょっとごめんなさいね、黒いラインが多いのでちょっと分かりづらいと思いますけれども、この短いね水平線、はい、これがいわゆるね、高値を押さえつけているライン、実線部分として、ヒゲは抜いております、実体部分として。ですからアセンディングトライアングルをね、今こう作っているような流れにはなっているわけでございます。OK ですか？で、アセンディングトライアングルは基本的には上にブレイクしていくことがね、オーソドックスな流れでございますから、上への抜けをね、期待をねしていきたいところなんでございますけれども、いいですか？ここ
見てください。ちょうど、アセンディングトライアングルの、いわゆるね、このね、水平線の上端ラインと、ちょうどこのね、4時間の雲の上端値が、今、被っているような状況にね、なっているわけでございます。はい、こういった形で見ていただいたらわかるように、被っています。ですから、昨日の第2部でもお伝えしたんでございますけれども、やっぱり実体部分として、うん、ちょっとこう、もうちょっと上を上げていってもいいですけど、実体部分として、やっぱり38,300ドル付近をちゃんとつけて、そこで4時間足レベルで、いいですか ?4 時間足レベルで残してくれれば、ロングインをね、する、チャンスかなというふうに思いますので、ここは意識をしておいてください。よろしくお願いします。もうここに被せておきましょうかね。うん。まあ、被せておきましょう。はい。ごめんなさいね。こういった形でございます。はい。一応被せておきました。ですから、38,300ドル。4万って言いましたかね。ごめんなさい。38,400ドルを超えていければ、実体部分としてちゃんとつけてくれれば、いいですか?この右下がりの黒いライン。はい、ここでございます。これ。これは、下降ウェッジを作っているレジスタンスラインになりますから、この付近までぐっとね、力強く上がってこれるんじゃないかなと。で、ドルベースで行くならば、今またちょっと落ちてきましたから、39,300ドル付近までの上昇がね、一旦は見ていけるんじゃないかなというところで、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたしますよ。ちょっと引き目で見てみましょうか。この右下がりのラインですね。はい、こういった形でございますから、やっぱりね、頭。高値をね、ずっと結んだラインでございますから、これでございますよ。うん。頭をずっと抑えられているので、ここが一つね、抵抗線としては当然効いてくるでしょうから、一つはロングとして取っていきたいんであれば、ここですよね、38,300ドルから、39,300ドル付近。うん。つまり、1000ドル幅ぐらいでの上昇が一旦は見ていけるんじゃないかなというところで、もしね、FX 関係で勝負していきたいなというふうに思う方は、そこね、チャレンジしてみてもいいかもしれません。もし、割れ込んだ場合、うん、割れ込んだ場合、もう一回戻ってきた場合は、さすがにね、このね、右上がりのサポートライン、ここを割れ込んだらちょっとまずいです。うん。下落、ウェッジ、下降ウェッジの下端値をもう一回試しに来るような流れが来る可能性がありますし、日足レベルで短期の移動平均線も割れ込んでしまいますので、これはどこまで落ちてくる可能性があるか。はい、ここでございますね。この右下がりのラインでございますよ。右下がりのこのラインでございます。はい。このライン付近まで落ちてくる可能性があります。ドルベースで行くならば、いいですか36,000ドルぐらいまでね、落ちてくる可能性がありますので、さすがにこの右上がりのトレンドを割れ込んだら損切りをね、していくのがいいかな。だから一回抜けて、騙し上げで抜けて、落ちてきて割れたんですけれども、このサポートラインに支えられてまた反発してきてもう一回抜けていくっていう可能性が当然これはねありますので、このラインを割れ込んだらもう損切りをねしていきましょうということでよろしくお願いいたします。で、割れ込んだら36,000ドルで、36,000を割れ込むともう一回ね33,000ドル、なしは34,000ドル付近を試しに来る可能性がやっぱりこれあります。うん、長い時間作られている上昇チャンネルの加担値をもう一回試しに来る可能性がありますので、ここはね注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。逆に言うと、これでもいいかもしれませんね。3万、ここ、このライン、3万7000ドル付近ですよね。このラインを割れ込んで損切りをする。で、下降ウェッジをさらに割れ込んで、この3万3000から3万4000ドルの反発狙い。でもいいかもしれませんけど、これは前々から言ってますけど、結構ね、こう、次叩くんであれば3万4000、3万3000は3回目なんですよね。わかりますよね。まあ、広い流れでいくと3回目でございますから、さすがに次落ちてくると、ちょっとね、弱い、うん、意識がね、こう、強くなってくるかなと。弱含みな意識が強くなってきて、逆に買いがね、反発で入ってこない可能性があります。そうなると、割れ込んで3万ドルというところを見ていく可能性がありますから、ここでのもう一回目のロングインはちょっと注意した方がいいかもしれませんということはお伝えさせてください。よろしくお願いいたします。でも、まあ、上昇チャンネルのね、加担値、守りたい勢、やっぱりたくさんいると思いますから、まあ、チャンス年一なんだけど、次叩くのはちょっと怖いよねっていうのがあるので、もし反発上がってきたりしたら、ちゃんとね、細かいですけども、利確をしていきましょう。もう1000ドル、2000ドル幅ぐらいで、きちんと利確を3万5000ドルとかでね、きちんと利確をしていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますから、ここは意識をしておきましょう。はい、次行きまーす。次行きまーす。はい、次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。うざ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。行きまーす。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、2570ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しても、まあ、入れてはいないんですけど、いいですか?一応ね、この上昇のチャンネルを形成しているような流れにはなってますよね。高値を結んだラインは入れてはごめんなさいね。ちょっと動きまくってますけど、高値を結んだラインはちょっと反応が悪いですね。入れてはないんでございますけれども、はい、こういった形。うん。ちょっと縮小しますよ。はい、こういった形。高値を結んだラインをね、こう入れていくと、まあ、綺麗な上昇チャンネル内を推移しているようなね、まあ、形な見てい、推移していたような、ごめんなさい、形な見ていけるでしょうと。で、なんでいたようなって言ったかっていうと、今ね、ちょっとアップしてみたらわかると思うんですけど、そのサポートラインをね、割れ込んだ状態で話がずーっと今進んでいるわけでございますよ。で、直近で言うならば、いいですか?
加工ウェッジ、そして加工チャネルが作られております。まあ、今は加工ウェッジがね、まあ、意識はされているような流れにはなるんじゃないかな、なっていくんじゃないかなというふうに思います。やっぱり、下がりの幅が、まあ、かなり急角度で落ちてきてますから、加工ウェッジをね、意識している方が、まあ、多いでしょうと。で、まあ、加工ウェッジであったとしても、加工チャネルであったとしても、このサポートはね、もともと聞いていたサポートは、まあ、変わりませんよ。で、このサポートラインでの、やっぱりこうね、戻ろうとしても、裏タッチで押されて、なかなか今戻ってこれないような状況になっております。これも見ていただいたら明らかにわかると思いますので、だから、ここをね、抜けてくれれば、ある程度、ちょっとした、小幅での上昇がね、見ていけるんじゃないかなと。まあ、MACD 線もね、ゴールデンクロスをやっぱりこう起こしかけておりますから、まあ、上への目線はね、ちょっと出てきているんじゃないかなというところで意識をしておいてください。OK ですか？で、ちょっと細かくね、4時間で見ていきますけれども、こういった形でございます。はい。ここですよね。やっぱりこの、加工ウェッジ。まあ、加工チャネルの、もともとね、サポートとして効いていたラインが、今、レジスタンスとして効いていますよと。ですから、このラインを抜けていければ、一旦この右上がりの、さっき見ましたよね。広い時間軸で行くと、サポート、あ、ごめんなさい、上昇チャネルが作られていますよね、という形で言っていたので、その上昇チャネルの、このサポートラインですよね。もう一回見ていきましょうか。広い時間軸で見ていくならば、こういった形。はい。この右上がりのラインでございますね。ちょっと縮小しましょう。こういった形です。はい。この右上がりのライン、での裏タッチぐらいまでは上がってね、来れるんじゃないかなというところで意識をしておいてください。今のラインを抜け切ったらでございますので、今のラインを抜けるということは、まあ、安値は切り、上げておりますよね。安値切り上げで。ちょっとね、そうですね。安値切り上げで、高値がね、まあ、ある程度一定値的な形でも見ていきますから、これも、まあ、ビットコインと同じように、アセンディングトライアングル的な感じでも意識されるのかなと。で、そのね、一定値っていうのが、いわゆる、この三角持ち合いチックな感じ、あ、ごめんなさい、一定値というのが、このね、加工ウェッジの、いわゆるサポートラインとほぼほぼある程度今、ネジとしては被るような状況ですから、やっぱり2600、どうでしょう、このヒゲの上ですよね、2630とか40ドルぐらいつけてくれれば、この裏タッチぐらいまで。ですから、2740ドルぐらいまでの上げはね、見ていけるんじゃないかなというところで意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。ですけどもね、あまりにも小幅すぎますから、ちょっとね、こう、なかなか入りづらいと思いますので、OK ですか？まあ、そこまでのね、細かいやり取りをあまりしたくないよという方がいるんであれば、一つは、ここ、上昇チャネル内に回帰してきてから入っていくとかね、そこでもいいかもしれません。ですから、2760ドルぐらいを超えてきてからの、ここ、加工ウェッジの上端値、頭を押さえつけられているラインですよね。2940ドル付近。ですから、1枚あたり200ドル幅をここでは取っていく。で、抜けてからの、ここ、3000ドルというところを、まあ、でもここは狭すぎますから、次のロングイン場所はいいですか？この赤いラインですね。3050ドル。ここは一つ、やっぱり意識している方が多いかなというふうに思います。ちょっと引きでもう一回見ていきましょう。3050ドルというところですね。ここは一つね、意識されている方が多いでしょうから、ここでの3050ドルでのロングインをしていただいてからの、あ、ごめんなさいね。からの、どれぐらいでしょうかね。ここ、あ、ここ、加工チャンネル、ごめんなさいね。加工チャンネルの上端値。はい。ですから3600ドルあたりをね、まあ、狙っていくような流れで見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこは意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。ですから、ごめんなさいね。もう一回言いましょうか。この、上昇のチャンネル内に回帰してきてから、2740ドルあたりをつけてきてからの2940ドルを一回狙っていく。で、ある程度利確をしていただいてからの、もう一回3050ドル抜けてからの3600ドルを狙っていく。みたいな形でね、やっていくのが、まあ、2段階ぐらいで構えておくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。で、あとは、ビットコインがね、要素が悪くて、下に割れ込んでしまった場合、4時間で見ていきましょう。下に割れ込んでしまった場合ですよね、このサポートラインを。その場合は、やっぱりね、1700ドルっていうところがまたまた意識をね、されてくるでしょうけれども、その前に2340ドルであるとか、この底値ですよね、今、まあ、安値ですよね。まあ、2000ドル付近、2100ドル付近でしょうか。ここでのサポートがまあ入ってくるかなと思いますので、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、でも、反発としてはね、ちょっと、やっぱりサポートラインを割れ込んでしまいますので、弱くなる可能性がありますから、ちょっと待ちをね、しておいてもいいかもしれません。もし割れ込んでしまったら、ずれっと1700ドルを目指していくような流れが待っている可能性がありますので、そこは注意をね、しておきましょう。まあ、今上にグッと上がってきてますので、一応上目線でね、短期的には捉えておいてもいいんじゃないんでしょうか。はい。ごめんなさいね。いいですか ?2740 ドル超えてから2940ドル。そして3000ドル、3050ドルを超えていてからの3600ドル。というところが一つね、指標となるでしょうから、ここは意識をしておきましょう。はい。次行きます。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツーのアルツーのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。3ドルなんでございますけれども、ただいまの価格が 4.01 ドル付近。まあ、4ドルつけてきましたね。昨日を、ツイッターの方でね、3ドルに関してはいいよ、いいよ、という形で言っていたわけでございますよ。やっぱり、このね、青いライン。はい、ここは、やっぱりレジスタンスからの、サポート転換線になってますから、青いラインを抜けてきたということでございますね。で、あとは、やっぱり各種移動平均線もね、下に、こうね、
あるような状況で、今上にぐん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 とね、力強く上がってきている。そして、あと一つ見ていただきたいのが、やっぱ雲ですよね。4時間の雲を上にブレイクしているので、かなりいいですよね、というのは言っていたわけでございますよ。ただし、いいですか？ちょっとごめんなさいね。時間軸を変えます。うん。ここ。冷やしレベルでの、いいですか？冷やしレベルでの、中期の移動平均線がちょっとやっぱり邪魔になるでしょうというふうに言っていたら、やっぱりね、こうね、ちょっと今、おっくうな状態で抑えられている。ですから、もしね、昨日、ツイッターで言った直後ぐらいに入った方であれば、今ぐらいがちょうど利確ポイントとしては、一つ、分割利確の場所としてはいいかなと。で、もし、ここね、この冷やしレベルの中期の移動平均線を上にグッと抜けてきた場合は、いいですか？もう一回4時間足に戻しますけれども、この 4.5 ドルというところが、はい、この赤いね、長期の移動平均線 4.6 ドル付近でしょうか？うん、が、まあ、意識はされていくでしょうから、次の利確ポイントは 4.6 ドル付近で構えておけばいいかなと。で、その後のこの下落、チャンネルの上端値、はい、5.2 ドルで手締まっていくという形がね、まあ一番理想形かなというふうに思いますので、ここは意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、もう一回ここで全部手締まって、もう一回抜けてきてからね、ロングインをしていけばいいかなというふうに思いますので、ここは意識をさらに、固めて、おきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、他に邪魔になるものがないかなと思うんですけど、ちょっと雲とかも見ていきましょうか。あ、雲がちょっと一旦邪魔になりそうな感じもしますね。うん、下降チャンネルをね、上にブレイクしたとしてもちょっと雲が分厚いので邪魔になるから、今抜けてくれればちょうどねじれポイントですからいいんですけどね。ちょっとこれぐらい分厚いとなかなか抜け切るのが億劫かもしれませんから、もしよければこのね、下降チャンネルを上にブレイクした後ではなくて、この雲の中に突入した後に入っていくのがいいかもしれませんね。雲の中に突入してきてからの上端値を狙っていく、ないしはまあ小幅でも取りたいよって方がいるんであれば、ここです。下降チャンネルを上にブレイクしてきてからの、うん、雲の下端値を狙っていくみたいな形で見ておいてもいいかもしれません。ですから 5.2 ドルあたりから、まあ今だったらね、ここ、5.5 ドルあたり、まあ1枚あたり、まあ3、40円ぐらいの利益がね、取れていけるような流れになるんじゃないかなというところで一つ意識をしておきましょう。で、抜けていけばね、本当に強いね、あれですよ、相場がね、またまたやってくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこに対するね、期待感は込めていきましょう。まあ3度ね、今ぐーっと下にぐーっと落ちてきましたけれども、またチャートをね、ぐーっと作り上げて、今ね、下降チャンネルの上端値、うん、ラインへのチャレンジにね、今頑張って向かおうとしてますから、まあここはね、なんとかなんとか盛り上げて切り上げていってほしいね、ところでございます。はい、次行きましょう。まあ昨日のね、ツイッターで、入れなかった方は、さっき言った、このね、長期の、ごめんなさい、中期の移動平均線上に乗っかってから、うん、ロングインをしていってもね、ちょっと面白いかもなというふうに思います。で、その際は、いいですか？ここですね、うん、行きましょう。はい、移動平均線ありますよね。この短期、4時間で見てますよ。短期の移動平均線と中期の移動平均線がありますけれども、やっぱりこのね、2本も下に割れ込んでしまうと、やっぱり中期の移動平均線は、うん、黄色いラインですよ。結構ね、サポートとしては機能してますから、この中期の移動平均線をさすがに割れ込んだら、損切りをしていかないと、ちょっとずるっと下まで落ちてくる可能性がありますので、もしね、もうちょっと上がってきて 4.02 ドルとか 4.1 ドルぐらいをつけてきてから、ロングインをして、4.5 ドル付近を狙っていきたいよという方がいるんであれば、中期の移動平均線を割れ込んでから、今ちょうど青いラインと被ってますから、青いラインを割れ込んでからね、損切りをしていくのがベストかなというふうに思いますので、ここはね、意識をしておいてください。はい、次行きまーす。次は、マナでございますね。だからさっき言ったようにツイッターで気づいたらね、ポン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 チャンスになりそうな通貨は一応私、上げますから、上げる頻度高めていきますから、もしよろしければね、ツイッターの方もフォローしていただければね、最新情報が、やっぱりほら動画作るの時間かかるので、やっぱツイッターだったら早いのでね、一応そっちでも流せるときは流しておりますから、まあ、気にかけてね、フォローのほどよろしくお願いいたします。はい、で次行きまーす。次はこちら行きましょう。はい、ディセントラランドのマナでございますね。4時間足で見ていきますよ。マナでございます。はい、マナなんですけれども、ただいまの価格が 2.44 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、まず冷やし4時間で見ていきましょうかね。冷やしで見ていきますと、こんな形。うん。やっぱり、下降ウェッジ内をね、今ずっと推移しているんですけど、この長期の移動平均線が上がってきたことによって、ある程度サポートが硬くなっていったかなと。だから、こうね、今もう連続で何日間陽線つけてます。もう、5日6日ぐらい陽線つけているので、結構これはいい要素。そして、下のマックD線も右上がりにゴールデンクロスを起こしておりますから、ここもね、悪い様相ではないと、まあいい様相でございますよね。ただまだまだね、下降ウェッジ内を推移しているので、ここを抜け切らないと次の動きが出てこないでしょうというのは押さえておいてください。で、4時間で今見ていきますけれども、4時間して見ていくとこういった形、雲はまあいいですよね。下降ウェッジを抜けていったとしても、長期の移動平均線がちょうど真上にありますから、ここでの押されがやっぱり発生してくるでしょう。であるならば、もうね、短期並びに FX でもしロングインをしたいよという方がいるんであれば、 2.83 ドル付近を超えていってから
ロングインをね、していくのがいいんじゃないかなというところで、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、損切りをする場所はやっぱりこうね、まだまだやっぱり、下がってきている状況での下降ウェッジ、上ブレイクですから、ビットコインが落ちてくればもうこれしょうがないんですね。落ちてきます。で、ビットコインが落ちてきて相関性を持って落ちてきたならば、まあ、下降ウェッジ段に帰ってきてからの損切りっていうのがまあいいかなと。やっぱり下降ウェッジ段に帰ってくると、やっぱ出戻ってくるとね、やっぱりまたまた下目線の方が多分強くなってくると思いますので、そこをぐっと、まあまあ、このサポートラインを試してくるような形になると思いますから、右下がりのね。ですから、損切りをね、していくのがいいでしょうということで押さえておいてください。OK ですか？ですから、2.85 ドル付近からロングインをして、損切りは、ここ2.5ドルぐらいを割れ込む、2.6 ドル付近を割れ込んだら損切り。で、利確ポイントは、いいですか？ここですよね。やっぱりもたついているところ。うん。3.8 ドルとか、まあ、その前あたり、まあ、3ドル中盤あたりぐらいです。このあたりはね、まあ、意識されるかなと思いますよね。引き目で見たらある程度わかるかなと。うん、このあたりですよね。ある程度レジスタンスされているラインでございますから、まあ、3.4 ドルあたりをね、目指して話を進めていくんじゃないかなと、一旦は。で、雲が、どこにいるかな？あ、雲がちょうどその付近にいますから、そうですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。3.15 ドル付近。うん。3.17 とか3.1ドル付近でしょうか。うん。この付近までぐっとね、持ち上がってくれるんじゃないかなというところで、ですから、2.85 から3.15ぐらいを狙っていく。1枚あたり 0.3 ドル上昇をちょっと一旦狙っていくみたいな形でね、見ておくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。1枚あたりですから30から40円ぐらいのね、利益が、まあ見込めていけるんじゃないかなというところで、まあ期待感をね、寄せていきましょう。まあちょっと今ね、力が強いので、上にぐっとね、抜けていく可能性がありますから、そこはね、楽しみな、相場がもしかしたら来るかもしれませんから、よろしくお願いいたします。まあもうすぐということでございますね。で、次行きます。次はアクシーインフィニティを見ていきましょう。アクシーですね。久々見ていきましょう。下に行きますよ。下に行きます。アクシーどこにいるかなということなんでございますけれども、ごめんなさいね。アクシーインフィニティが欲しいでございますよ。どこでしょう、どこでしょう。どこにいるんだ、君は。いました、こちらでございます。行きましょう、行っちゃいましょう。はい、いきまーす。アクシーインフィニティなんでございますけれども、いいですか？ただいま日足で見ていただいております。ただいまの価格が51ドル付近をね、推移しているような形になっております。はい。で、ま、これは多分ね、だいぶ前に言ってたと思うんですよ。63ドル、その次が50ドル付近ですよって多分言っていたと思うので、差し値を置いていた方であれば、まあ、多分刺さっていったのかなと。で、一応ね、言っておきましょう。ちょっと見にくいんですけど、いいですか？今、フィボナッチリトレースメント引いてます。で、ここですよね。ちょっといいですか？圧縮しますね。ちょっとごめんなさい。見にくいと思うんですけど、これですね。エリオット波動をね、まあ、描いていたような状況になってるんですよ。かなりごめんなさいね。見てください。1、2、3、4、5波終了からの ABC 調整が今入っているような形にも、ま、見えるかなと。うん、こういった形。そこね付近が、まあ、エリオット波動のスタートですよね。ここですよ。ちょっと雲は消しましょうか。雲は消しましょう。あ、そうですね。シンプルになります。はい。行きましょう。行きますよ。1、2、3、4。で、ちょっと上に上がりますよ。で、ここですね。からのです。からの、ごめんなさい。5です。はい。1、2、3、4、5ですね。で、5波終了からの、ここですよね。ABC 調整。まあ、ABC 調整ですよね。で、基本的にエリオット波動の ABC 調整って、まあ、半値戻し、あたりぐらいかな、言っても。うんで、半値戻しから6割戻しぐらい言ってもですよ、言っても。うん。がありますので、もうそれを下に割れ込んでるんですよね。もう6割戻しはもう、下に割れ込んで、下手するとこれもう 6.5 割ぐらい戻しているような状況になっておりますから、OK でございましょうか。だから、調整としたらもう十分ね、エリオット波動を意識するんであれば、まあ、終わったんじゃないかなという形で、ちょうどこの黄色いラインで今ほぼ黄色いラインで止まってますよね。これはやっぱりこうね、レジスタンスされてからのサポートとしてはまあ意識はされておりますから、レジスタンスされてからのサポートでございますよね。 OK ですか？ちょっとごめんなさいね、なかなかね。ちょっとこれエリオット消しておきましょうかね。はい、ごめんなさい。まあ、6.5 割戻しぐらいまでしております。で、ここでのね、レジスタンスからのサポートとしては、まあ、意識はされておりますから、結構今粘っているような状況になってます。ですから、ある意味ね、エリオット波動のもう調整終了としてもある程度考えられるかなと。そして、あとは、レジサポ転換線上にいますから、一つね、まあ、ある程度硬いところ、うん、まあ、もじもじってしておりますからね、硬いところに、まあ、また戻ってきたから、ある程度こうね、現物で、ちょっとずつ意識して購入しておいてもね、面白いかもなというふうには思っております。ただ、下にもしね、ビットコインが落ちてくるんであれば、これはまたまた致し方ないので、落ちてきた場合のことを想定して、次の差し値ポイントは37ドル付近をね、一つ設定しておいて、いいでしょうということで、ここはね、押さえておいてください。で、もし上がってくるんであれば、まあ、95ドルあたりを目指してグッとね、上がってこれるんじゃないかなと。ただ、日足レベルで見ていただいたら分かるように、中期の移動平均線とかがね、ちょっと邪魔にはなっていますので、そこでのね、もたつきがちょっとあるでしょう。ですから、ドルベースで行くならば、いいですか？
今からで考えると63ドルあたり、それこそ、うん、ですからエリオット波動の半0.618 ライン、ですよね、フィボナッチリトレースメントの 0.618 ライン、うん、だから6割戻しラインでございましょうか。そのラインでの抵抗がねかかるような形になるかもしれませんから、そこは注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。もし短期的に入る方であれば、逆に言うと今言った63ドルでちょっと利確をかまして、その上の95ドルを狙っていくみたいな形でね見ておいてもいいかもしれません。はい。で、途中での、今ちょうど4時間を見ていきま、見たんですけど、4時間の雲にね、雲の形で今押されているような状況にはなってますから、もし短期的に入るならば、雲中突入してきてからの60ドル付近、雲の上端値が、ちょうど4時間の上端値が60ドル付近にありますから、ここ、雲中突入してきて60ドルあたりを狙っていっても面白いかもしれませんね。うん。そうですね。日足レベルの中期の移動平均線がちょうどその上に真上に存在しているような状況、ここら辺に多分ありますから、60ドル付近で一回手締まってからの、まあ、手締まいっていうか、まあまあ、利確をね、反値、半分利確ぐらいをね、ちょっと目処にしていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いしますので、上にブレイクしてきてからの63ドル、そしてまあこのね長期の移動平均線もやっぱり邪魔になりますよね。73、そして95、まあ95ドルに行くまでにちょっと移動平均線群が多いので、ちょっと細かく利確をねしていくのがいいでしょうと。だからまあ今のフェーズで行くならば、もうちょっと上がってきてからの雲の上端値60ドル付近での半利確ぐらいで、抜けていってからの63ドルでちょっと利確をして、73ドルで、さらに利確をしていく、まあ手締まっていくぐらいでもいいかもですね。で、抜けて行ってからの95ドルを狙っていくみたいな形で見ておいてもいいかもしれません。まあこういったね、あまりよろしくない相場感の時は、細かくね、利確をして利益をねちょっとずつちゃんと確保していくっていうのが重要でございますので、そこをね意識しておいてください。よろしくお願いいたします。まあもうちょっと上がってきてから入ってて60ドルのフェーズは一つチャンスになるんじゃないんでしょうか。はい。で、今日の最後ですね。今日の最後は、スティームを見ていきましょう。スティームでございますね。いきまーす。はーい。スティームなんでございますけれども、いいですか？ただいまの価格が、うん。こういった形。はい。0.32 ドル付近をね、推移しているような形になっております。OK でございましょうか。で、まあ、この通貨に関してもね、結構他の通貨と、まあ、形はやっぱり似ているわけでございますよ。まあ、形は似ているかなというふうな感じがしております。ただ、これね、一つ注目してほしいのが、もう明らかにおかしいの分かりますよね。これ、出来高のちょっと入り方が異常なんで、これは直近でもしかしたら、まあ、どっちに行くか分かりませんけど、いきなり注目度が増してきたということで、何かしらの大きな動きがね、起こってくる可能性があります。OK です。起こってくる可能性がありますから、ここちょっとね、注目しておきましょうということで、一応ね取り上げた次第でございます。 OK でございましょうか。で、まあ4時間も見ていきましょう。4時間であると、4時間だとね、ここぐっと落ち、ここで落ちてきた時からいきなりね、まあどうでしょう、いきなり出来高がバチコーンって増加してきましたから、何かしらの大きなね動きがあるのかなと。まあ一応ね、どういった通貨かって言いますよ、これ。ちょっと、まあ、わからない方も多いですよね。通貨は、あれです。うん。あのですね、記事、ありますよね、記事。いいですか？記事、を、記事を、ごめんなさいね、ね、いろんなほら、記事書いたりするじゃないですか。あの記事を、いわゆる、投稿をするプラットフォームプロジェクト、で、使われるコインらしいんですよね。で、なんか、その、記事を投稿するプラットフォームの名前がスティーミットってやつですか？スティーミットというところで使われるコインが、このスティームというやつらしいんですよ。で、一応、記事投稿で、この記事のね、いわゆる質が高いと、その、投稿者、と、あとは、その、あれです。投票者。投稿者と投票者に、いわゆる、まあ、報酬がもらえるよという、なんかこう、プラットフォームらしいんですよね。ただ、一つ、あれなんですよ。やっぱり、競合が Google であるとか、ああいったところでしょ？ですから、まあ、なかなかね、難しいところもあるかもねっていうふうには言われてるんですけど、でも、まあ、確かにどうなるかわかりませんよ。どうなるかわかりませんけど、まあ、そういうふうなね、プロジェクトになっております。OK です。ですから、ほら、今、記事を投稿しても、そこに付随する、いわゆる広告とかをクリックしていただいて、お金が発生するって感じでしょ？投稿する方は。だけれども、このスティームっていうのは、投稿して質が良ければ、もうそこでお金が発生する。だから、アフィリエイトみたいな感じではないらしいんでございますよね。それがだから特徴としてはあるということでございます。OK でございますか？で、ここ、大幅に下落をバチコーンってしてるんですけど、この大幅下落。これは、なんかこう、一回、このスティームっていうところが、なんか、ハッキングかなんかにあったらしくて、こう、あれです。うん、なんかね、こう、わかりますよね。こうまあまあ盗まれたと、うん、盗まれたらしいんですよ。で、それが原因でバリーと落ちてきて、もうね暗黒時代を今さまよっているような状況らしいんですよね。で、去年のまあ仮想通貨のね大盛り上がりがあったので、まあ上がっていない通貨どれだーと言ってバリーと上がってきたという形でございましょう。で、また今また元の値打ちにほぼほぼ戻ってきたというような状況になっております。で、今この出来高の増加なので、ちょっと何かしらのね、プロジェクトとしてもしかしたら動きがあるから、こういった形でね、流動性、いわゆる出来高がバチーンって増加していったような可能性がありますから、もしかしたら直近で大きなねニュースがビッグニュースが流れてくる可能性もちょっとこれゼロではない。なきにしもあらずなので、ちょっと気になる方は、まあ、金額もそこまでね、大きくはないので、ちょっと気になる方はね、ちょっと仕込んでみてもいいかもしれません。まあ、基本的にも底根付近をね、今ま、さまよってますから、まあ、一つね、ありかもなと。ただ、プロジェクトをね、さっき聞いていただいたらわかるように、競合が結構強いので、
将来長い目線で見た時のプロジェクトの成功がうまくいくかどうか、これはちょっとわかりませんと、私も。まあ、うまくいくかもしれませんし、うまくいかないかもしれないですし、そこはちょっとわからないんでございますけども、一つね、出来高増加というところがちょっと気になるところなんで、一応ね、要チェックをしておいてください。よろしくお願いいたします。はーい、それではね、本日の第一部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんと行きますよ。なんと10,506名様に登録をしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等ですね。こちらが要因で新しく入られる方の間口になってくれているのかなというふうに思っている次第でございます。まあね、今仮想通貨業界がまあ結構ちょっと下火になってますから、やっぱり新しい方がね、なかなか入りづらいところもあるのかなと。ですけれども、必ずまたまたね、大きな波が来るというふうに私、ビットマン TV 信じてね、やり続けていきますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。はい。そして、冒頭で言いましたようにね、もしよろしければ、私、ビトマン TV の、あちらですね、普段使っている取引所のリンクをね、ご活用いただいて、皆様のね、トレードの幅を広げていけるような形でね、していければなというふうに思いますので、こちらも合わせてね、よろしくお願いいたします。説明欄の方にね、リンク貼っておきますので、ぜひともご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。申し訳ございません。しつこいマン TV が出てしまいました。はーい。それでは、本日の第1部の配信以上となります。第2部は今日の夜にね、また配信をしていきますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは、第2部でお会いしましょう。では、バーイ。